憶がないと言ったところで信じてもらえそうにもねえが、こっちも訳のわからねえままなぶり殺しはまっぴらごめんよ。是が非でもと言うんならこいつで黙らせるより他はねえ。さあかかってきやがれ、片っ端から死人の山だ。コアップの大見よきよ、ヒガと黒谷、大猿二号軍の一人、黒猿が相手じゃ。風車主義権を食らわしてくれる。
侍様、事の始終を拝見させていただきました。その腕を見込んでたってのお願いがございます。私めはゆずる葉と申す伏見の狐にございます。畜生の身でこうしてまかれてましたのは深い訳があってのこと。古くは稲荷行進が小梶宗近殿の相づちを務めましたように、我が天国ゆかりある投稿に力を貸しておりまする。さるぞ我らの力のみでは生産成就相ならず、あなた様にすがる思いでこうしてお頼みする次第にございます。我らが願い、わざわざ綺麗どころに化けてのお膳立てだ。ただ刀を聞こうてやってくださいまし、そうしてその刀が取った魂をご所望いたしたく存じます。刃に燃え立つ光覚の真意の炎だけが火事と鋼とを湧き立たせ、荒火の刃に命を吹き込むのです。特別の炎でなければ世に妖刀と言わしめる刀は打てぬのでございます。